はい、みなさんこんにちは、銀城でございます。もう始まってんの？急に始まるから、なんぞやシリーズは。では、なんぞや今日のお題はドゥルル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 ルン、ヒットトレーニングありますね、 HIIT ってなんぞやで、それに対してどう思うのぞやみたいな、どうでしょう、最近のトレンディトレンディワードですけど。そうなの？まあ、最近ちょっとまあまあ昔に流行ってますけど、今でも流行ってんじゃないですか。 HIIT ヒット、ウェイトリフティングじゃなくてごめんね、今日はなんぞやHIIT を何人 HIIT High Intensity Interval Training High Intensity Interval Training。 まあまあまあ基本的にどんなイメージですか。ちょっと田畑に近いものがあるのかな。あ、逆にじゃあ分からない人たちに田畑とは、20秒やって10秒オフみたいな、はい、を8セット、20秒動いて10秒休憩、8セットですね。まあ、インターバルトレーニングだからこうちょこちょこ休憩があって、そうですね、まあ、激しく動かさせるだけ動かして、まあそうですね、まあ、ハイインテンシティは、まあ、高強度、クロスフィットでも使いますね、それはね。ちょっとまだ説明中ハイインテンシティは高強度、インターバルは、まあ、インターバルですね、休憩が入って、でトレーニングはトレーニングで、クロスフィットでも使われる、まあ、そうですね、一応そういうのはありますけど、まあ、そのハイインテンシティのインターバルのトレーニングっていうと、結局高強度でインターバルをセットしたトレーニング、でそのヒットトレーニングって結構皆さんのイメージだと、まあ、ずっと動きっぱなしで少し休むみたいなとかあるじゃないですか。結局まあずっと動きっぱなしって結局インターバル取ってなくねみたいな、なら一般の人がどういうヒットトレーニングしてるのかが、まあ、確かにね、ところによってはそういう、まあ、ずっと動きっぱなしのところもあれば、しっかり休憩取ってるかもしれないですけど、まあ、インターバルってなってくるとやっぱ休憩するっていうのがインターバルですよね。で、そうで結構ずっと動いて息上がってハーハーして汗かくみたいなのが多分一般的なイメージだと思うんですけど、結局僕が言いたいのはですね、高強度だったら、インターバルっていうのは結構休みを時間取らないといけない、だからすごい極端に言うと一番高い高強度、一番高い強度のインターバルトレーニングってなると、まあ、90% ぐらいのバックスクワットを5セットやるみたいな、ワンレップを、それもヒットになる。そうで、一般的にヒットって言われるとそうじゃないじゃん。なんか私のイメージはそう、なんか自重使う系が多い気がする。軽いダンベルやってとか。そうそう。なんかずっと動くみたいな感じですね。そう、なんかずっと動く。うん、なんかでも一番まあ最大限のそのマックスの高強度となると、やっぱ結局ワンレップマックス系が一番強度高いじゃないですか。言ってしまえば。そうですね。時間に対してどれだけのアウトプットをしてるかってなってくると、やっぱりワンレップマックスのバックスクワットとかそういう感じがスーパーハイ強度。でインターバルで組むんだったらしっかり休まないと、そんな 90% 以上のバックスクワットって何回もセット組めないですね。ってことは一般的に思われているハイインテンシティインターバルトレーニングっていうのはですね、結局こうガンガン動いて休憩、強度を逆に下げてることになるんですよね。すごい細かく言うと、ハイインテンシティとは言わないと言いたいんだろう、まあ、ある意味そうです。違う言葉があってほしいなと思われて、あれがいいんじゃん、 S S S I T T なんでしょうか、それはサステイナブルのがいいんじゃない。ああ、なるほどね。そうで、そのまあ一般的なヒットトレーニングだと、無理でしょ、このずっとこれをキープするのは無理じゃん。そう、動いてで、こうなるはず。そうそうそう、落ちてくるわけなんですよね。でその落ちてくる、どっちかというと一般的に思われているヒットトレーニング、例えば30秒動いて30秒休憩をできるだけガーってやるってことは、どっちかというと
回復できないインターバルをどれだけ動けるかみたいな。回復できないインターバル、うん、あフルにリカバリーをしてない状態でどれだけ動けるかっていう組み方なんですよね、トレーニングとしては細かく言うと、うん、だから例えばタバタもそうじゃん、20秒動いて10秒休憩は絶対まあ落ちますよね、最初 100% 出してたら、うん、ってことは repeated effort、without fully recovering。 突然英語入りましたけど、そうそうそう、ちょっとあのなんで日本語でどう言おうかちょっと迷って、だから反復なんちゃらか、 repeat は反復、運動を、完全回復しない状態でやるのが一般的なヒットトレーニングなんですよね、すごい細かく言うと。だからまあ何が言いたいかって、ヒットトレーニングのことは違う言葉にしたらいいのになって思ってる僕がいます。だからそれにしよう、 Repeated efforts at unrecovered、 unrecovered repeated efforts、 どうでしょう、回復してない反復運動、いいね。じゃあウェイトリフティングの話する？いやいいよ、ヒットトレーニングでいいよ。いやもう終わっちゃった。え、まあでもまあ由来はあれだよね、例えば1時間のカーディオをやるよりも短時間で、ああまあそうですね、こうバーニングできるから、それよりはやっぱハイインテンシティですよね、言ってしまう、いいのがみんなのあれなんじゃない、うん、あのポピュラーな人気な理由なんじゃないですか。そうですね、確かに、まあ、短時間でいい汗かけますからね、いい、あの悪い運動ではないですよ、悪い運動では全然ないんですけど、名前がね、そう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 、ただハイインテンシティキープ、でも例えば細かいことを言っちゃっただけみたいな、うん、あれハイインテンシティはでもメソッドはないのか、あるの、なんか5ラウンドとか6ラウンドとか、あいや別にないんじゃない、ハイインテンシティだって何でも一応、うん、回復の時間とやる時間はイコールじゃないといけない、私よく分かってないかもしれない、ハイインテンシティ結局強度が高いってことは、うん、なんだろう、時間に対してのあれはないアウトプットじゃないですか、例えばさ20秒マックス、その20秒ハイインテンシティのローイングをやります、うん、はいはい、で例えば休み時間によるじゃん、うん、吐くよ、あ高強度は別にそのあのそのどれだけやるかじゃないですか、うん、そのアウトプットのインテンシティ、例えばすごい極端に言うと、マラソンすごい長いじゃん、うん、で世界記録とかってまあ大体まあ世界記録っていうか、まあ、トップの人たち3時間切るでしょ普通に、それって、まあ、ハイインテンシティ高強度になりますよね、でも私が喋れる感じで5時間、6時間、7時間かけて終わらすのは、そうそうそう、はい、でも千恵子さんにとってはそれがマックスの強度かもしれない、マラソンっていう種目でしたら、うーんですかね、まあ、ちょっと大雑把すぎる名前ってことなんじゃない、まあそうですね、高強度って何かってなりますしね結局、ただまあヒットは、高強度のインターバルだったらちょっと名前を変えた方が俺は嬉しいかなと思うだけです、ただ一般的なそのヒットトレーニングは別に悪いことではない、運動としてはめちゃめちゃいいけど、真の高強度のインターブルにはなってないかなと、ただのあれですね、言葉のチョイスっていうか、回復できない状態でやるからハーハーなってるってことじゃないですか、うん、で汗かいてわしんどってなる、回復できない継続できないからしんどく感じるみたいな、確かに、だからハイインテンシティになってくるって感じですかね、うーん千恵ちゃんウェイトリフティングじゃないとテンション上がんないですね、いつもそんなことないですよ学んでる最中学び千恵子、そうそう、そう、僕ちょっと髪切ったんですよ、またちょいとパーマ当てたんですけど、
また次週、次週というかまたもっとすぐ出てくるかもしれないですけど、次回はウェイトリフティングかな。皆さん、お楽しみに。